今日もクリスの部屋を見てくれてありがとうございます。今日ですね、本当に幸せに生きていくためにはめちゃくちゃ大切なメッセージがあるんですよね。それについてお話しできればと思います。お、回ってる。 Hey guys! こんにちは、クリスです。 Thank you so much for checking out Christmas Room。 ごめんね、今日やっとね、日本からカメラがアメリカに届いて、今外にいて、でマイクわかんないけど、すごい大声で話して、これ自分でなんかここにね見えるんだよね、これが。でちょっとね、ノートも用意したので、ちょっと楽しくお話しできればと思います。ちょっと僕用事があってアルバカーキーに来ててね、あの山、本当は今日はあっちの反対側に村があってさ、町があって、そこのてっぺん行こうとしたんだけど、ちょっと雪があってね、本当あっち側にすっごい崖があって、でそこに来たかったんだけど、今ちょっとここでねビデオ撮ろうかなと思って撮ってます。でちょっとねまだ慣れてないからね、ちょっと大声で話したりしているんですけど、ちょっとね今日皆さんにお伝えしたかった大切な大切なメッセージがあるんだよね。で今本当に実は今コロナの嵐の最中で、今大変なことになってて、本当に今大変になっている人がいたら、I'm praying for you。 今本当にね、良くなるようにお祈りしていますね、本当にね、頑張っていきましょう。 Alright。 でね、僕が今本当に勉強してて話していることなんだけど、それは幸せな人生を手に入れたいんだったら、自分がやりたくないことをやっていかないといけないから、そのやりたくないことをやりたくない時にどうやってできるようになる人に変わっていくのかっていうことをちょっと説明できればと思いました。僕が今 YouTube をやらせていただいているんですけど、見てもらっているんだけど、僕がこれをやろうとした時はすごい怖かったので、やりたくなかったので、なんか心が2つに分かれたのね。ね、こういう人生やりたいなって、ワクワクするのやりたいな、 YouTube で動画とか楽しそうじゃんって思っている人生、ね、それが仕事にできたら夢だよねって思っている人生で、もう一つは、いやそんなの無理だよとか、ね、でもしそれやって叩かれたらどうなのとか、で変なコメントついたらどうなのって、バカにされたらどうなのとか、でその僕が2つに分かれちゃったんだよね。やりたいっていうのもあるし、やりたくないっていうのがあったんですよ。で僕の場合はちょっとこれ置くね。僕の場合はその特に YouTube をアップするとか撮影しようよってなったら、なんかいろんな理由が来たんですよ。いや今やりたくないよね、もうちょっと天気いい時やりたいよねとか、いやもうちょっと話すのが上手くなったらやりたいよね、もうちょっと勉強してカメラの勉強、カメラの使い方が分かったらやりたいよねって、でもうちょっといいデザインとかロゴができたらやりたいよねとかずっと思ってたんですよ。でポイントは、僕が幸せな人生を生きていくために必要なこと、必要な行動ね、例えば僕の目標がここで、こういう人生行きたいな、こういう人になりたいなっていうのがあって、今ここなんだけどこっちに行きたいと、ね、で今それやるかって言ったら、いやいや今はちょっと無理、ね、もうちょっとタイミング待とうよ、今それやりたくない、今怠けたい、たまには考えるだけでドキッとしたりするんだよね、怖くなったりするんだよ ね。あごめん、今ちょっとオートバイが来たから一瞬待ちます。いやーマジ本当に久しぶりに外で撮っててね、ちょっと緊張してます。Alright, I'm back。 ごめんね。でちょっと僕が説明したいポイントなんですけれども、もしね幸せな人生を生きていきたいなって思ってたらね、たまには中にはやりたくないっていう気持ち、今はやりたくないな、後でいいなとか、でこれ怖いなっていう、こういう感情が絶対現れてくると思うんですよね。例えば簡単に説明すると、なんかお腹がね大変な病気になっちゃうとか、ね、お腹が痛くなっちゃって手術しないといけないってなるとね、ってなると自分のゴール、自分の幸せが、ね、この手術が終わってこの痛い病気がなくなるっていうことがゴールだとしましょうよ、ね、でもそうすると実際に手術しに行かないといけないわけよ。めっちゃ怖いじゃん、めっちゃ嫌じゃんね。でも
この手術をしないと幸せになれないんだよね。病気が治らないっていう、ね、そういう場合。例えば、運動、ダイエットして、ね、運動を始めないといけないっていう時ってあるじゃないですか。で、どうしてもジムに行きたくないっていう時あるでしょ。いや、今日はいいよとか、今日は雨降ってるからいいよ。いや、今日は本当にジム行きたくないよなみたいな感じで。ね。ね。だからその、ジムに行きたくないっていう感情があって、で、それを防ぐために今はやめとこうっていう行動に変わっていくんですよね。で、これでちょっとみんなに説明したいのが、これはセラピスト、なんか本当にね、先生たちの英語の言葉で Experimental Avoidance、 Experimental Avoidance という言葉があるんですって。で、まさに今僕が言っていることなんですよね。ね、だから人生で本当に幸せっていうのを手に入れたい、自分の仕事を変えたい、自分の住む環境を変えたい、ね、新しい人と出会いたい、恋愛を楽しみたいとか、なんかそういうね、人生を変えていきたいっていうんだったら、今自分がここにいたらそっちの方向に実際に行動を取っていかないといけないですよね。じゃあ例えば例でダイエットしたいっていう例にしましょう。ね、で今ちょっと体の体重が大きくなっちゃってダイエットしないといけない、脂肪を減らしたいな、体重減らしたいなっていう時、じゃあ今あなたが Now、 今がここで、こっちがこっちの方向に行くと体重が減っていくっていう人生ね、本当にこっちに行くとね、毎日運動したりジムに行ったりサラダをいっぱい食べたり野菜食べたりとかね、タンパク質をそこまで取らないとかなんかわからないけどね、そういう行動を重ねていくとこういう結果になるとね。で、これをトワードって呼びましょう。 Towards ね、向かう方向、向かいたい方向ね、こっちが向かいたい方向で、こっちの反対側もあるわけなんですよ、ね、こっちの反対側は、ね、向かいたくない方法、 Away っていう方法ですよね。 Away っていう方向、ね、こっちはもう本当にいつもピザ食べて、いつもチキンの唐揚げ食べて、いつもなんかビールかなんかようわからんけど飲んで運動しなくて、で体重がもっと増えていって、ひょっとしたら体重が増えて病気になっちゃうかもしれない、本当に自分が望んでいない人生がこっちにあるとしましょう。で、自分の人生が望んでいる人生がこっちにあるとしましょう。今あなたここです、ね、何が起こるかっていうと、向かいたい人生に進もうと思ったら絶対来るのが、いやそれ今やめとこうとか、今やりたくないな、もうちょっとやる気が出たらその行動を取ろうよって、その痛い痛いをやめたいっていう感情が来るんですよね。で、そこの感情が来たらどうなるかっていうと、向かいたくない行動をとっているっていうこととイコール同じことになっちゃうんですよね。ね、例えば今ね、例えば雨降ってて朝起きて今日ジムに行くっていう予定がありました。ね、あ、雨降ってる、ジム行こうかなっていうね、その時にあなたにはチョイスポイントっていうのが現れます。ね、チョイスポイントっていうのはドクターラス・ハリスが教えてくれた、僕に教えてくれているコンセプトなんですけど、チョイスポイントっていう、これ彼ラス・ハリス先生の言葉なんですけど、チョイスポイントっていうのは、今あなたは向かいたい自分の方向の行動を重ねて向かいたい方向に進むのか、ね、向かいたくない方向に進むのかっていうチョイス、選べられる人生の中でそれを選べるポイントが来るんですよね。ね、ああ今ジム行きたくないなって、ね、で今日のビデオのポイントは、このチョイスポイントが来た時に、この行きたくないな、今はやだなって思っているんですけれども、行動が向かいたい方向に取れるようになっていく技術、そのメンタルトレーニング、その練習をしていく必要が非常に非常に高いと思うんですよね。ね、もう一回言いますね。幸せな人生ってこっちじゃないですか、ね、今ここにいると、ね、幸せな人生に行きたいんだったら
絶対やりたくないことをやっていかないといけないんですよ。今それやだ、今は怠けたい、もっとネトフリ見たい、もっとピザ食べたい、もっとビール飲みたい、もっとパチンコ行きたい、何でもいいですよ、もっとゲームやりたいとか。でも実際にその気持ちいいことをやっているとね、何が起こるかっていうと、こっちに行けなくて自分をこっちに行っちゃうんですよ。で今度こっちに行くと、もっと自信がつかない、もっと自分にはこういう行動が取れないんだ、もっとで向かい自分が向かいたい方向、なりたい人間になれないんだって言って、もっと悪い方向に行っちゃって自信が減ってきて、でその怒りとか辛いよっていうのがたまるから、何が起こるっていうと、そういうもっと、ね、逆にもっとなんかアルコールを飲んだり、もっとギャンブルやったり、もっとパチンコ行ったり、ね、もっと怒りになったりとか、もっと落ち込んだりするんですよね。もっと感情をオフにしたりとか、ね、ごめんね、ちょっと風が強いと思うんだけど、こっちで止まってるんだけどねごめんごめん、ね、じゃあこのチョイスポイントが、ね、自分に現れた時、何をすれば楽に向かいたい方向に行けるようになるんでしょうか、ね、楽に。でこれを説明したいんですよ。 All right、 ちょっとこれなんか聞き流し系のビデオになっちゃったんだけど、ね、チョイスポイントが来ました。ね、自分が向かいたい方向、例えば僕の昔だったら YouTube やらないといけない、いや今はいいよね、今はちょっと無理なんだよ、いやもうちょっと上手くなったら YouTube やろうとか、でそういうことをやっていると YouTube できないと思って、あ俺はそういう理想な人生を生きていけられないんだって。で特にビジョン、自分のハートがやりたいこと、こういうのやりたいなっていうのがあるじゃん、こういう人生生きてきたないな、こういう仕事やってみたいなって、こういう人間になりたいなってなるじゃん、それチョイスポイントなのよ、ね、でその向かいたい方向に進んでいく、それが僕たちのなんかやっていくことなんだよね。どうやってそれをもっと楽にやっていけるかっていうことなんですよね。でまず最初のポイントが、今チョイスポイントが来たって気づくことなんですよ、ね、もう一回言いますね。一番最初のポイントは、今チョイスポイント来たやなって気づくこと、ね、これが最初のステップで、次のステップ、二つ目のポイントは、やっていただきたいのが紙に絵を描いていただきたいんですよね。で何をやるかっていうと、これもドクターラス・ハリスさんから教わったやり方で、本当に僕これ効果があるのでおすすめしているんですね。で紙にこの2つの矢印を書いて、真ん中に丸を書いて、このセンターポイントでまず最初に書いていただきたいのが、今どのような感情を感じているのかっていうのを書きます。例えばジムに行かないといけたいんだったら、いや今雨降ってるからジム行きたくない、寒いの嫌だって書くんですよ、ね、本当になんかムヤムヤしてるフィーリング、感情を文字にして、その下のところに書くのね。で次のステップが、自分がもしジムに行かなかったら何をするかっていうのを書いてもらいたいんですよ。自分が向かいたい人生じゃない方向に行動を取っていたら何が起こるのかっていうのを書いてもらいたいんですよ。でこれはもう超簡単でいいの、簡単でいいのね。だから例えばジムに行きたくない、ネトフリ見たい、 YouTube 見たい、漫画見たいとかね、そのような何をやりたいのかっていう行動を具体的に書いてもらいたいんですよね。でその次やっていただきたいのが、もし自分が向かいたい方向に進んでいけるようになったら、っていうかその行動はどのような行動でしょう、どのような形になるんでしょう。例えばいや行きたくないけどジムバッグを手に入れてドアから出る、それを書いてくださいね。なんかジムバッグとか、なんかそういう靴、ジムの靴をバッグに入れて、ジムの洋服を入れてドアから出る、電車に乗ってジムに行くとかね、そういう感じでやることを書くんですよね。でこの時に何が起こるかっていうと、その感情のレベルにも変わってくるんですよね。
感情のレベルにも変わってくるんですよ。本当に怖いものはもしかしたらできないかもしれない、ね、本当にジムに行くっていうのが怖いんだったら、ね、行かなくてもいいかもしれないんだけど、自分でまず今僕は向かいたい方向に行ってないなって気づき続けていただきたいんですね。例えばジムに行かないでそのままネットフリ見る、 YouTube 見る、お笑い番組見るってなったら、それを気づきながらネットフリを楽しんでください。気づきながらお笑い番組を楽しんでください。 OK? で、そんなに甘くていいの？いいんです。なんでやねん。それはそれをやるとあなたは使ったことがない筋トレ、脳の筋トレを今始めてるわけなんですよ。ね、ベンチプレスを今始めてるわけよ。ね、だからその最初はちっちゃいウェイトで始めるでしょ、ウェイトジムトレーニングみたいな感じで。同じような感じで実際にジムに行かなくていいの、この場合は。でも笑顔でいてね、幸せになって落ち込まなくていいから、ああ今こっちの方向やってるなって気づくわけよ、ね、それだけでいいので、ポイントはこれをいつもいつも繰り返していただきたいんですよ。繰り返していただきたいのね。でもちろんこれをやって、でちょっとまだテクノロジーとか心理的なそういうのまだ説明しないんですけど、いろんな武器があるんですよね。感情を外していく、ほぐしていく武器、ツールっていうのがいろいろあるんですよ、ね、例えば瞑想をする、ね、自分で感情行きたくない、怖いなって感情が自分をフックしたら、このフックをゆっくり外していくっていう方法あって、今はそれちょっと説明できないんだけど、もうちょっとまた別のビデオとかで説明したいんですけれども、ね、ポイントはこのような感じで、ね、まず自分が向かいたい人生に行きたいんだったら、辛いこと、やりたくないことをどうしてもやらないといけないわけよ。これ人生のジョークみたいなの。でみんなそうなの。で、それがない人っていないの。ね、自分が向かいたい方向にどんなブロックも来ない、どんな不安も来ない、それでスラ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 自分がやりたい人生であって、やりたい人になれましたっていう人はいないんですよ。ね、だから全員、こっちに向かいたいんやけど、その途中に感情が出てきて、その感情が、いやそれ嫌だからこっちの向かいたくない方向、やってる時は本人気づいてないよ、僕も気づいてない時はいっぱいあるんですけどね、そのあこれやりたくないな、今ちょっとネットフリ見たいな、今ゲームしたいな、ピザ食べたいな、遊びたいな、お酒飲みたいな、もうちょっと寝たいなとかね、そういう感じで本人は気づいてないけど、自分が向かいたくない人生に行く行動を繰り返しているんですね。ね、でこれをどうやって楽にやっていくかっていうと、まずは練習なんですよ。ね、これ1週間でマスターできることじゃないんですよ。人のレベルにも違います。ね、で間違いなく練習なんですよ。ね、で練習っていうことを考えていただくと2つのミーニングがあると思うんですね。最初はメンタルトレーニングの練習ですよね。ね、最初はメンタルトレーニングの練習ですよね。それをやってると、ね、ジムに行きたくないんだっていう感情を書きました。矢印2つ書きました。ね、でその行きたくない方向の行動、ネットフリ見る、ピザ食べる、もっとベッドで寝る、怠けるとかね。で行きたい方向の行動、ね、雨降ってて寒いんだけどジムバッグを持って家から出て鍵を閉めて歩いていくってね、そのマインドトレーニング練習ありますよね。でこれ紙に書けなかったら、その行動もできなかったら、想像するだけでいいです。想像することも怖い、想像することもめんどくさいんだったら気づいて、それをで今チョイスポイントにいるなって、せめてそれだけ気づいて大丈夫なんですよ。それを数回やっていくと紙にかけたり想像できるようになってくるんですね。でその練習っていうのもあるし、もう一つのポイントは、特に日本で育った丸抜感覚の国、ね、日本の場合はテスト合格しないといけない、ね、いい学校に入らないといけない、いい、ね、大学を出ないといけない、いい転職就職しないといけない、もういクビになっちゃうのめ、もっと働かないといけない、あ僕はいつになったら丸になっていいの、なんでこんな辛いことをやって、いつになったらやっと僕って今のままでいいのって
ね、そのような古いマインドの、あのマインドジェールだよね、刑務所的なマインドの刑務所みたいなすごい広いのを、ね、外していくんだけど、ね、特にこの丸バツ感覚がいっぱい流行っているカルチャー文化、日本だけじゃないと思うんだけど、何が起こるかっていうと、ね、例えばその向かいたい方向がジムだったら、僕は完璧なジムでワークアウトしないといけないって思い始めるんですよ、ね、だから完璧なワークアウトって何かっていうと、例えば最初ジムに着いたら10分はストレッチして、で今度30分ジョギングして、で今度腕と胸をやって、でその次の日は足と腰をやってみたいな、でちゃんとこういう難しいセットをやって、それがやったらちゃんとなんかジュースかあのプロテインシェイク飲んで、でそれが終わったらちゃんとストレッチやるとか、なんかすっげえこのちゃんとやらねえといけないっていうのがあるんですよね。で正直言って練習最初はジムに行ってなんかちょこっと筋トレ腕立て10回やって終わりでいいのよ。わかる？これ本当に大切なことなんですよ。例えばダイエットでね、ダイエットやる運動を始めないといけないって、いきなり30分の運動とかしなくていいのよ。10分で全然十分なんですよ。風強いね、ごめんね。ね。で、例えばね、YouTube の場合、新しい動画作りたいなって思うじゃないですか。ね。チョイスポイントがあります。新しい動画作りたい、いやーそれ無理だよ、もうちょっと完璧に撮らないと、もっといい天気がある日、もっとよくでやらないと、もっと編集できないよとか、でまあとりあえずチョイスポイントだ、行動だとか言って YouTube のビデオ撮れました。で今度編集すると、あ編集これダメなんだ、もっとこの音楽もっと良くしないと、あここのカットがやばい、これだったらダメだよ、こんなの出しても意味ないし、こんなのだったら叩かれるってね。これ丸バツ感覚の例なんだけど、練習やろ、どういうこと？ YouTube 下手でもいいから出せばいいのよ、下手でもいいから出せばいいのよ。で何やるそれ、1週間毎週下手でもいいから出してたら上手くなるよね。1ヶ月に1本で何にもやってなくて超緊張してて完璧なもの作らないとって言ってる人、1ヶ月に1本で続けられると思う？無理、3ヶ月でやめちゃうよ。でも1週間に下手でもいいから 60% でもいいから出してたら上手くなるでしょ。これすっごい大切なポイントなんですよ。みんなこれからね、やりたいことで生きていくっていう人たちが増えてくるんですね。でまずここで大切なポイントは、最初は下手でいいんですよ。最初はちょっとでもいいのね、でもっといろんなコツがあるから、この波に乗ってきてリズムに乗るともっと楽になるっていうコツもいろいろシェアできるんですけれども、ね、今日はちょっとこのチョイスポイントの話なんだけど、チョイスポイントで、ね、やりたい行動があるんだけど完璧にやらないとって思ったら完璧にやらなくていいの。これがあなたの人生を向かいたい方向に行くときに楽にしてくれるの。下手でもいいの。例えばこのビデオ多分ギリギリ聞こえるでしょ、ギリギリ多分僕の顔見えないでしょ、影でねえ、なんか飛び回ってるでしょ。これ僕もチョイスポイントだったんですよ。だからポイントはね、本当にこの練習っていうことなんですけれども、マインドトレーニングも練習も簡単なところからスタートするでも続けていくっていうのがコツです。で実際に自分がやりたいことをやっていく、ね、ジムに行くっていう例もそうですし、 YouTube のビデオを撮るっていうのもいいんですし、最初はみんな下手なんですよ、ね、本当に、ね、だから楽に自分が向かいたい方向に行きたいんだったらですね、この目標をめちゃくちゃ下げないといけないんですよね。だからジムに行くっていうのが目標だったら、ジムに10分行くで十分なんですよ。あ、今日ジョギングしかできなかった、腕立て20回しかできなかった、十分。なぜかっていうと、1ミリかもしれないけど、1センチかもしれないけど、行きたい方向に行ったんですよ、慣れたんですよ。でこれをちょっとずつ続けていくと、
最初はこれだったんだけど3ヶ月でこういうところに行けるっていうのがリアルに起こるんですね。 YouTube もそうですね。下手な動画を毎週アップしてた方が1年で上手くなります。完璧な動画を作ろうとすると3ヶ月以上かかったり止まっちゃうんですよ。できないって、感情的に無理、怖いってなっちゃうのね。で、練習ができなくなっちゃうんですよね。ね。だから、例えば1ヶ月に1本 YouTube でいいものを出す人、12本しか出せないじゃないですか、1年間で。ね。でも、1週間に1本出してたら、48本のビデオになるんですよ。48本のビデオを出してた方、人の方が上手くなると思いませんか？ね、普通の場合だったらね、普通の場合だったら、もちろんあの例外はあると思うんだけどね。だから10分でもいいからね、週5回ジムに行っていた方が、人の方が3ヶ月後向かいたい方向に行っていると思いませんかね。ポイントね、その練習チョイスポイントがあって、向かいたい方向はこういう行動、向かいたくない方はこういう行動ね。もしできればそれを紙に書く。それも難しいんだったら想像するとね。で、今度自分が本当にやりたいことと立ち向かった瞬間、何があるかっていうと、あなたには今ツールがあるんですよね。チョイスポイントが来たなって気づけるようになれるんですよ。で、意識して、例えばそのネットフリ見ちゃってるんだけど、意識しながらネットフリを見るとかで、1ミリでもいいからちょっと行くっていう行動も楽にできるようになるって思うんですよね。もし本当に1ミリでも動くんだったらどういう行動なんだろう。もうジムに行って着いたら戻るとか、それでも OK なんですよ一応ね。 YouTube 下手でもいいから、とりあえず山の上に行ってカメラ出して動画撮る。今まさに私が今それやってることなんですよね。カメラ消えちゃったもん。電池消えちゃった。まだ大丈夫かな。ね、そういうことなんやな。ね、この繰り返しをやっていくと、本当に何をやっているかっていうと、僕たちの感情のトレーニング、メンタルトレーニングなんですよ。で、このメンタルトレーニングが上手になると、これが実際のアクション、行動に変わりますよね。で、行動を取っていくと、絶対結果がついてくるんですよ。ね、だからチョイスポイントが来ました。あなたは向かいたい、行きたいところの方向を取るか、もっと楽して辛いことを嫌がって楽する行動を取りますかってね。 100% の人はこっちを選びます。普通の人はこっち選ぶんだよね。 100% 今ちょっと変だったよね。普通の場合は、普通の人はこっちを選ぶんですよ。だって嫌だもん。でも現実的に考えると、幸せに向かいたいんだったら、この嫌だっていう感情を乗り越えられるスキルを教えてもらわないといけない。学ばないといけない。学校で教えてません。学校はこのやり方知りません。まあ学校の場合にもよると思うんだけど、普通の学校は知りません。普通の先生はこれ勉強してませんね。普通のビジネスマンはこれやってません。普通の奥さんとかね、パパはやってません。知ってないんですね。丸バツでしょ。これやるかやらないか、それだけだ。ナイキ Just do it。 お前いつやるの。今でしょ。ゆっくりやればいいんだよ。ね。で、まあ本当にね、この特になんか行動するときに怠けたいって言って、でもちょっとでもいいからやりたいなっていう、そういう仲間が欲しいんだったら、ぜひ僕のコミュニティに入ってください。多分来月からスタートするんだけど、月額1000円プラス税で、僕がライブやったり、瞑想のトレーニングアクセスできたり、こういうコースにアクセスしたり、 Facebook のコミュニティがあるんで、こうやって仲間と一緒に自分が本当にやりたい時に、やっぱ恐怖って来るのよ。でそういう時に仲間がいて、大丈夫だよ、一緒にやってこうっていう友達が欲しいんだったら、ぜひ入ってくれれば嬉しいです。本当にね、今愛の時代が本当に来ていて、昔はその昔人類間違ってたんやな。昔はみんな贅沢が成功だって思ってたのね。特にアメリカの戦後とかね、
贅沢、もっといい車が欲しいんや、もっといいところに住みたいんや、もっと広い部屋がいいんや、もっと旅行行きたいんや、もっとルイ・ヴィトンのバッグがええんや、もっとヘルメス、もっとシャネル、もっと金やん、もっとプライベートジェットで、もっと自分の部屋、自分の島持ちたいの、自分のホテル、スイートがいいのね、それが幸せだって勘違いしてたんですよね。だって真実はそれが手に入れられても幸せはちょっとしか残らないのよ。でも今コロナとかで今みんな学んでるんだけど、本当の幸せは命なんだよね、愛なんだよね。人の手を、誰か困ってる人を手伝ってあげるっていうのが本当の幸せなの。家族と一緒にこの地球で、美しい地球で生きていくっていうのが幸せなの。この地球を尊敬して環境を持ってあげるっていうのが幸せなの。動物を大切にするっていうのが幸せなの。好きなことで生きていける、みんなのためになっていけることって、生きていけるんだっていうこの自由が幸せなのよね。だから今その幸せの間違ってたんだよね、贅沢、それでなっても幸せになれないんだよ、心が枯れちゃってんのよ。でいつに経っても幸せになれないの、ね、でもその今幸せになっていけるっていうことはできるので、偉い人でも偉くない人でもみんな同じ価値があって、みんないい人なんや本当はね。で今そっちにシフトしているから、本当に今こういう仲間、チベット語でシャンガラっていう言葉があるんやってな、ね、大切なんやな、こういう仲間がいるっていうのは。みんな美しいんや、ね、でちょっとずつ練習していくんだよ。で誰かが上手いからその人が偉いとか、そういう時代はもう終わり、みんなが一緒にやっていくので、あなたが先輩だったら助ける、あなたが後輩でも大丈夫、みんな同じなんやってな。ね、この美しい地球の、ね、星でこうやって生きていけるから、ぜひね、本当になんかマンスリーやるんで、ぜひみんなに入っていただきたいです。で多分1週間無料っていう感じで出せますので、ぜひね試していただければ、本当にあったかいコミュニティなんで、やっていこう。 Alright Yeah Thank you so much for checking out the video。 じゃあこれね、またね電池が切れちゃうかもしれないんでね、ちょっと電池見せようか。電池ね、ソニーこんなちっちゃいのよ。でここ意外と寒いからすぐなくなっちゃうんだよね。 Alright you guys, I love you guys so much。 でね、ぜひね、あ、ごめんクリス、話長いぜ。僕インスタ始めたんですよ。で結構こういう感じのなんかバッグもインスタで見れますので、ぜひなんか多分クリス_モンセンだと思うんで、僕のインスタぜひチェックしていただければ幸いです。 Alright you guys, I love you guys so much。I'll talk to you soon. Jenny!